皆さんこんにちは。彼女持ちの友人の話を聞いていると、みんな彼女に尽くしてもらっているみたい。でも俺もこいつもそんなに見た目的には大きな差はないと思うのに、なんでこいつばかり女性に尽くされているんだ。この動画ではそんな女性に尽くされる男性を目指すあなたのために、女性が尽くしたくなる男性の特徴と、それが具体的にどんな言動なのかを紹介していきたいと思います。実は世間的に女性から尽くされる男性というのはいくつかの共通点を持っています。そして女性はそんな数少ないお約束を守っている男性にこそ尽くしたいと感じてしまうのです。女性が尽くしたくなる男性、あなたはどんな男性を想像しますか？ほとんど想像ができなかったあなたも今はご安心ください。この動画を最後まで見れば、あなたも女性に尽くされる側の男性になれること間違いなし。ぜひ動画を最後までご覧くださいね。女性はあなたに〇〇を感じると尽くしたくなる。いつでも助けてくれるような頼りがい。女性がある程度動くことが増えた最近とはいえ、やはり女性としては頼りになる男性に憧れるものです。普段は対等な職場の同僚、あるいは先輩などでも、ふとした時に、な、この人頼りになるなと感じるとドキドキしてしまうものです。世の中で女性といい関係を結べている男性の多くが、こうして女性から頼りになると感じられており、やはり時代は変わろうと、女性が困った時に力強く助けてくれる男性は人気です。女性が困っている時はもちろんですが、日頃から女性が、私が困っててもこの人は頼りにならなさそうなどと感じさせないように、普段から頼りがいのある男性として自分を磨いて演出していきましょう。放っておけないという母性本能。二つ目に、女性が尽くしたくなるのは母性本能を感じる男性です。母性本能を刺激するのは直前の信頼感の話と逆じゃない？と感じる男性の方もいらっしゃるかもしれませんね。ですが女性の多くはもともと大切な人には奉仕したいという母性本能を持っており、その母性本能を刺激できるかどうか自体が、尽くされる男性かそうでないかの分かれ目となるのです。頼りになるけど完璧すぎてつけ入る隙もない男性だと、別に私がいなくてもいいじゃんとなって、尽くしてくれる女性が近づいてこないんですね。普段は頼りになるんだけど少し放っておけない、普段はパリッとしてるけど彼女の前でだけ少し違った顔を見せることがある、そんな男性が女性に尽くされやすい傾向にあります。自分を正反対の方向へ引っ張ってくれる力強さ。突然ですが、あなたにとって女性とはどんな生き物に映りますか？何考えてるかわからない、なんかめんどくさいことをよく言ってくる、ぐちゅぐちゅと根に持つし、ネガティブなイメージ。こうしたあまり良くないイメージをお持ちの方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。実はその通りで、女性は確かにめんどくさいです。ネガティブだし根に持つし、ちょっとしたことで不安になったり不満が爆発したりしてしまいます。でもだからこそ、自分とは正反対の力強さを持った男性に惹かれるものなんです。しんどい時や沈んでいる時に、ずんずん元気な方向へ自分を引き上げてくれる男性、そんな男性を女性は常に望んでいますし、そうした男性と出会うことができれば自然と尽くしたくなるのが女性の本能なんです。自分を貫き通した先に見えるロマン。現実的にしっかりとサラリーマンとして働いて安定した生活を。女性が男性にそういった安定を求めているとお考えの男性は意外と多いのではないでしょうか。もちろん稼ぐことのない遊び人では困るのですが、ただ人から言われた通りに働き続けるような男性は意外と女性から見ると魅力的に映りません。それよりもしっかりと自分自身の芯となる部分を持ち、どんな逆境にもその芯の部分が揺らがないような強い意志を持った男性に、女性はどうしても尽くしたくなってしまうものです。今は大変そうだけど、この人についてったら新しい世界が見えてきそう。女性にそう思わせられるようなロマンのある男性こそ、女性が尽くしたくなる男性と言えるでしょう。ここまではざっくりと女性が尽くしたくなる男性の特徴を4つご紹介してきました。頼りがい、母性本能、力強さ、ロマン。こうした印象を与えられる男性はやはり女性に尽くされやすくなります。後半はこうした女性の奉仕の本能へ訴えかけるため、男性のあなたができる行動を具体的に紹介していきましょう。女性は〇〇をされると尽くしまくります。
女性をリードしつつ選択権を女性にも与えてデートに誘う。女性は男性にしっかりリードされると尽くしたくなるものです。ですがあなたは男性が女性に対して行う正しいリードがどんなものか想像がつきますか？例えば女性をデートに誘う際、あなたはどうやって行き先や日時を提案していますか？来週の土曜日なんだけどさ、バツバツのテーマパークに行こうと思うんだけどさ、こないだ暇って言ってたし一緒に行くよね？じゃあ朝10時おにゃらら駅前でよろしく。こうしたデートの誘い方をしている男性は、少しだけ誘い方を変えるだけでデート成立やその後の発展に良い影響が出ます。確かにこの誘い方だと男性っぽく女性をぐいぐい引っ張っている気がしますが、女性からすると自分に選択権がほとんどなく、あなたにないがしろにされている気すらしてしまうかもしれません。なので女性をリードするためにはしっかりとしたベースプランの提案はしつつも、最後にこうしたいんだけど君はどう思う？という女性の選択権を必ず入れるようにしましょう。暗い気分な時に引っ張っていってあげる。前半お話しした通り、暗い気分になりがちな女性は正反対のポジティブな男性に惹かれます。例えば仕事でミスをした女性は男性以上に後に引きずりやすいことも多いです。しかしそんな彼女たちに対して、大丈夫大丈夫、よくやってるよと励まし、自分自身も逆境の中でポジティブな姿勢を見せ続けることで、女性はあなたのことをいい意味でポジティブな男性だと感じるでしょう。そうすればこの人と一緒なら私も少しずつ変われるかなと感じるようになり、その気持ちがそのままこの人のために頑張りたいという奉仕の気持ちになるのです。女性をいつも楽しい気持ちにしてあげる。暗く落ち込みがちな女性ですが、当然彼女たちだって本当はずっと笑っていたいのです。その中で話が面白い男性と一緒にいると普段の嫌なことを忘れて楽しく笑える気持ちになるものです。そのため話していて楽しい男性に対しては女性も奉仕の気持ちを持ちたくなるでしょう。ここで俺は話すのをあまり得意じゃないしと思ったあなたも心配ありません。必要なのは相手の女性がこの人と話していると楽しいと感じることで、必ずしも話がうまいことというわけではないからです。相手の女性のことを知り、彼女はどんな話をしたら喜ぶか、あなたなりのペースとやり方で女性の喜ぶ話を考え続ければ、きっと女性もあなたに尽くしてくれるようになりますよ。夢を語り、その努力を常にしている。自分自身のこだわりをしっかり持ち、その個性を貫き通すために日々努力している男性は女性から見て魅力的です。どこかでこの人は他の男性とは違うし人に流されないといういい意味での個性が信頼につながりやすいんですね。さらにそうした男性に対して多くの女性は夢を叶えてほしいなと感じることでしょう。そうすると前半お話しした母性本能を刺激することにもつながり、この人の夢を応援しようという女性の奉仕の気持ちへとつながります。夢を追うというと日々仕事で忙しいあなたには難しいことに聞こえるかもしれませんが、それはどんな小さなことでも構いません。例えばキャリアアップのために資格を取るなどの目標でも構いませんし、老後の貯金何円とその資金を使った自営業開始などのまさしく夢でも構いません。どんな夢にしろ目標に向かって忙しい毎日の中で少しずつでも努力をできる男性は、やはり女性も支えたいと感じるものですよ。いかがでしたか？若い経営者の奥さんが美人だったなんてのはよく見るかもしれませんが、それは若くして経営者になる男性がこうした特徴を備えた結果であることも多いです。経営者というとハードルが高いかもしれませんが、この動画でお話ししたような小さなことならあなたもすぐに変えられそうな気がしてきませんか？よろしければぜひコメントで意思表明をいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。